日本銀行本店別館、日本銀行本店新館、日本銀行本店空撮、日本銀行本店は日本の銀行建築。東京都中央区日本橋本国町2丁目1番1号に所在する。東京の建築遺産50選に指定されている。もともとこの地は金貨を鋳造する金座の町を代々務めていた後藤家の屋敷があった。しかし、 慶応4年4月17日、金座及び銀座は、明治新政府に接収されることになり、大上官に設けられた、貨幣士のもと、14代目の後藤吉五郎光弘が2分半などの貨幣の製造を取り仕切った。が、明治2年2月5日には、貨幣士も廃止されて、金銀座関係者は解任されてしまった。明治5年4月、吉五郎光弘は、大倉省より、 本町の五島屋敷からの退去を命じられ、建物は解体されることになった。設計は、辰野金吾で、ベルギー国立銀行を参考に1896年2月、竣工した。1891年に発生した農美地震の教訓から、高橋恒木用の指示で、建物上部を軽量化し耐震性を高めることを、決定、2階3階はレンガ作り縛りに変更された。 1974年2月5日に国の重要文化財に指定されている。設計は、辰野の弟子の長野宇平次。設計、松田平田設計。構造は、SRC 作り。地上10階地下5階。1973年に竣工。2階に、貨幣博物館。6から7階に、日本銀行金融研究所。東京の建築遺産5 0選区に。 指定文化財データベース。ありがとうございます。